んのお家に眠っているさらしありませんか？実はこのさらし、おんぶひもにもなるんです。では実際にやってみます。さらしの真ん中を子どもの背中に当て、両脇に通します。子どもの胸元でさらしを強く握り、背中に担ぎます。この部分の隙間は開けすぎないように注意しましょう。さらしの一本を反対の肩に持っていきます。この時、前かがみになりすぎないように注意しましょう。さらしを後ろに回し、ももの上から反対の足の下に通します。反対側も同様に通しましょう。前に来たさらしを反対の肩のさらしに通します。反対側も同様に通します。胸の前でしっかり結びましょう。こんな感じにできました。1枚で本当にできるのって思ったんですけど、意外と簡単に、しかも肩も痛くないし、あてがあります。私も家でまたやってみたいと思います。